昨日、6月17日、全日本大学駅伝関東予選会が行われました。関東の出場校が決定されたということで、本日は全日本大学駅伝の順位予想をしたいと思います。2023年11月5日、今年の全日本大学駅伝が開催されますが、早速、現時点での優勝予想、順位予想をしてまいります。優勝予想は、駒沢大学、前回大会優勝、連覇がかかる駒沢大学、昨年度は、 出雲全日本箱根の3冠冠をを達成今年度もも狙うと公言しししててておおりりまま戦力充実す全日本は特に相性がいい駅伝でもありますけれども特に全日本は後半の2区間7区8区ゲームずっとね私は昨年から言ってますけれども常々言ってる長距離区間が大事ということなんですけれども、まあ、そこに長い距離が得意な鈴木芽吹キャプテンや昨年アンカー8区区間賞の花尾選手が予想されておりますけれども まああの長距離区間にね主力メンバーを置いても距離は短い大事な流れを作る1区、2区に唐沢選手や佐藤圭太選手を起用することができましてそのさらにですね短い距離、長い距離どこでも走れてしまう篠原選手そしてえ昨年4区で区間賞を取りました山川選手もおりまして全く穴が現時点で見つからなく優勝候補大本命ということで今回優勝予想としましたそして駒澤大学ね先ほど申した通り 出雲、全日本、箱根、史上初の2年連続三冠を狙いに来るということですけれども、まあ、非常に戦力が充実しておりますので、まあ、優勝候補、優勝予想にされる方、非常に多いと思います。まあ、ただ、一つだけ懸念があるとすると、まあ、昨年度ね、青山学院大学、3位だったんですけれども、まあ、4年生世代は非常に強かった、そしてメンバーの大半が4年生だったんですけれども、勝てなかったということで、まあ、非常にバランスが大事ですよね。えー、1 2年生生の下級生がどれだけ まあ、あの勢いを、ね、もたらすことができるかという部分とあとは4年生だけに頼らないチームワークチーム作りができるかどうかですけれども、まあ、ただ下級生には、ね、佐藤圭太選手、まあ、あと3年生の篠原選手もおりまして、まあ、各学年、ね、非常に力のある選手たちも多いということで、えー、今回は、ね、駒澤大学の優勝予想と現時点6月18日現時点での優勝予想とさせていたただきました準優勝予想は前回大会3位の青山学院大学です。 昨年度の4年生世代が非常に強すぎたんですけれども、まあ、今年度も、ね、相変わらず選手層は厚いのかなと思います3年生の世代トップランナー鶴川選手はトラックで復活されました先日の日体大記録会13分35秒ということでとてつもない走りを見せてくれましたしポテンシャルの高さも見せてくれました、まあ、全日本でいうと鶴川選手7区、8区ゲーム長い距離ではなくて、まあ、3区あたりですね えー、序盤のエース区間で区間賞を狙いに来るのではないかなと私は期待しておりますし本人も狙っていると思いますし狙えるんじゃないかなと思いますあとは個人的に駅伝に強い、ね、太田選手箱根駅伝2年連続で結果を残している日本人トップの太田選手は7区、まあ、ここに私は押、ね、したいなと思っていますあとはラストイヤー4年生の駅伝男佐藤一世選手も まあどこでも走れる強みもあるということとまあやっぱり選手層はなんといってもね熱いですからねえ青学がねしっかり食い込んでくるのではないかなというふうに思いますけれどもただ、昨年度と比べると7区、8区が読めないというところもありますのでまあ7区、8区次第ではあるんですけれどもなんだかんだ言ってね夏がしく明けてくると形になってくる今年もいいチームを作ってくることに違いないなと私は予想しましたので今回は青山学院大学を準優勝予想としました。 そして、最予想は中央大学です。中央大学は前回大会7位入賞、シード権を獲得。今年も戦力は充実しておりまして、非常に楽しみにしております。まあ、箱根駅伝準優勝なので、箱根をね、優勝狙ってくると思うんですけれども、まあ、中央大学はスピードランナーが多い、前半区間に強そうなタイプが多いので、まあ、いつも全日本ね、まずは狙ってくるのかなと思います。まあ、ただ、全日本は7区、8区ゲームと私は常々言っておりますので、まあ、中央大学のね、スピードランナーが多い、 タイプそして前半区間に強そうなタイプが多い大学はまあ優勝よりは3番手ぐらいなのかななんて思ったりもしておりますただそれでも吉井兄弟が7区、8区に来て本気で勝負する優勝を狙うような配置なら楽しみだなと個人的には思っておりましてお兄さんの大和選手はトラックのスピードもありまして2区や前半区間タイプではあると思うんですけれどもお正月の箱根駅伝2区で区間賞の実績もありまして距離も走れるタイプ そして弟の俊介選手は距離に長いので距離に強くて、まあ、8区、アンカーしっかりまとめてくれると思いますので、まあ、吉井兄弟が7区、8区でしっかり勝負すれば、まあ、メダルそして優勝も狙えるのかなと思いますし、まあ、あとは全体としてレベルが高い選手揃ってますので。 今回は3位と予想させていただきました4位予想は国学院大学です前回大会準優勝の国学院大学、まあ、選手層は厚くてね、えー、優勝メダル候補ですし、まあ、安定感はトップ3に割って入れると思うんですけれども今回は4位予想とさせていただきました、まあ、2年連続平林選手はね、えー、7区を走っておりますけれどもプラス一次選手もおりまして、まあ、シンプルに強いのかなというふうに思います まあ、とにかく安定感のある国学院大学ですけれども、まあ、前半区間も力のある選手が並びそうで侮れないんですけれどもただ今回は上位3チームが強いというふうに個人的には思いますので良い予想としました、えー、続きまして5位予想は前回大会6位でシード権を獲得しました早稲田大学、まあ、近年非常に強くなったなと感じるのがここ最近の早稲田大学です まあ歴史もありますし古豪ですよね、えー、かつては出雲全日本箱根全てで勝ってる早稲田大学ですけれどもちょっとね苦しんでる時代ではあるんですがまあ、非常に強いですね、えー、前回大会以上にいい走りをしそうと予想しまして順位も6位から5位と予想させていただきました3年生の石塚選手は1万メートル27分台に突入同級生の伊藤選手も負けられないのか、えー、安定感が非常に増してまいりました 高校時代トップクラスの下級生山口選手や増田選手も順調に力を伸ばしてきたチームで非常に楽しみですそして何といっても八千代松陰高校出身ルーキーの工藤選手は安定感が異なります、えー、本当にねどんな距離でもどんなレースでもしっかり力を出し切れるのは工藤選手もともとスピードランナーの多い早稲田大学ということですから、まあ、後半の長距離区間しっかり7区8区ゲームも意識でき、えー、前半からね その上で力のある選手を投入できそうだと思いましたので今回は5位予想とさせていただきました。6位予想は前回大会5位の創価大学です。まあ、昨年度の4年生がとにかく強かったということで、まあ、前回大会よりは一つ順位を落とすのかなと思いますけれどもただそれでも今年非常に調子がいいので、まあ、シード権、現時点6月18日現時点ではシード権獲得を予想しました。まあ、留学生もしっかりして、えー、走れておりまして 昨年度まで大活躍したムルワ選手の穴も埋めようと、ね、頑張っているのかなと思います。また、日本人選手も東海大学の山の神、吉田響選手が転向、編入で入ってきたということで、まあ、7区もしくは8区、長い距離に起用されそうなのかなと思います。また、山森選手、小暮選手、黒木選手などトラックも、ね、今シーズンここまで順調に結果を残してきている選手たちがしっかり当てはまることができれば序盤、中盤、終盤。 しっかり戦いそうなので6位ということでシード権獲得を予想させていただきました7位予想は前回大会4位入賞の順天堂大学、えー、この春佐久長生高校を卒業 5000m 高校記録保持者の吉岡博人選手の加入は非常に多いですが、えー、大きいなんですけれども、まあ、昨年度のね4年生世代が人数が多かったのと強かったということで、まあ、本当に分厚い層が、ねえー、抜けてしまいましたので今回は7位を予想させていただきました。 三浦龍司選手もブタペスト世界陸上がありますので、えー、まあ夏場ね走り込みに特化できないと予想しましたので、えー、そういった意味も込めまして7位を予想しましたそして最後シード権獲得最後の一枠は8位予想の、えー、城西大学です昨日行われました全日本大学駅伝関東予選会トップ通過の城西大学、えー、本当に勢いもなりまして、ね、力もある城西大学シード権獲得を予想としました ま、箱根駅でもね、シード権取ったんですけれども、本当に強いメンバーが揃いました。留学生もいいんですけれども、日本人選手も強くて、ま、山登り5区区間新記録の日本人エース、山本唯人選手がね、7区あたり、8区あたりを走ることができれば、ま、全体的に力のある選手も多いのでね、前半から攻めることができまして、8位入賞、シード権獲得もあると予想しまして、8位予想としました。ということで、 今回の動画は昨日の6月17日全日本大学駅伝関東予選会が行われまして関東の出場候補が決定本日は全日本大学駅伝の準優勝、えー、準予想をねさせていただきました6月ではありますけれども6月18日現在での準予想をさせていただきましたまた全日本の前にはね予想したいと思います以上